アフメト2世は、オスマン帝国の第21代皇帝。第18代皇帝、イブラヒムの子でメフメト4世、スレーマン2世の弟。1649年、兄のメフメトとスレーマンと共に滑稽をする。父の死後、帝位を継承しない巫女たちの遊兵所に、即位するまでの間43年にわたって遊兵されて、暮らした。 イボアニスレーマン二世の死により皇帝として即位するも大最小キョプリュリウムスタファパ社が1691年に大トルコ戦争で廃止している。アフメト二世の治世中、税の徴収に関する改革が行われた。1691年、直令によってキリスト教徒の人道税の徴税の仕方が変更された。以前は、 村単位で総額が課税されていたのを個人個人に課税することにして、課税の時に証書を渡して、人頭税調税の不正を防ぐことにした。しかし本来納税を免除されていたギリシャ正教会の聖職者にも人頭税が課税されることになったため、彼らの反発を招き、このような扱いはイスラム法に背くことである。とスルタンに訴え出たが、 アフメト2世は課税の原則を変えなかった。キリスト教制書者に対するこのような扱いがこの後19世紀以降にバルカン半島の諸民族のナショナリズムを刺激することになった。1695年には安定した税収確保と納税者の民力の安定させるために16世紀末に導入された徴税受けを異性に終身制が導入された。 それまでの徴税受け負い人は、人気付きで、人気の間にできるだけ収益を上げるべく、過度の集奪に走ったため、納税者はそれに苦しんでいた。そのため、徴税受け負い人を終身にすることで、長期的な視野によって、徴税を実施することが期待された。これを機に、終身徴税受け負い人は、各地の地方の有力者になって、アーヤーンと呼ばれた。アーヤーンは、 オスマン帝国の戦争に協力することもあれば、時には反乱分子になることもあった。1695年に、アフメト2世は在位4年で死去し、甥いのムスタファ2世が後を継いだ。アフメト2世には、イブラヒムという幼い意地がおり、大最小のシュルメリア・リパ社は、ムスタファではなく、イブラヒムを即位させようとしたが、その前に、ムスタファ2世が、 イスラム長老らに即位を容認されたため、シュルメリア・リパ社の試みは失敗した。その後、彼はそのことを理由に、ムスタファー2世によって、大宰相を解任された後、処刑された。アフメトには、イブラヒムとセリムの双子の息子がいた。ありがとうございます。